はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。今ね、ネットで、安倍元総理のね、国葬をやるかやらないかでだいぶね、世論を二分して大騒動やってるそうですがね。まあね、もうやると決まっちゃった以上はね、どうこう言ってもしょうがないんで、皆さんね、一致団結して安倍元総理のね、国葬をつつがなくね、送ってやるのが日本国民の責務なんかなと思うんですけどね。で、今ね、ちょっとググってみました、ざっとね。で、戦後国葬をやった人って誰がいるのっていうと、1967年の吉田元首相 ですね、元総理ですね、それのお葬式を国葬としてやったそうです。で、そもそも国葬って何なのっていうことなんですが、それをね、はっきりと歌った、法律はないそうです。これはある弁護士の方がね、言っておりました。自分もね、国葬やるって言ったのに、なんでこれ国会議員、まあ特に野党議員がギャー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 言ってんのかなと思ったら、手続き、要は国会で審議しないで、閣議決定で決めちゃったのがダメよっていうことらしいんですが、そういうルールもないみたいですね。だから、飛び技を使って、政府がね、国葬にしちゃったっていう点は、ちょっとって思うんですが、じゃあこれがはっきりとルール違反かっていうと、そうでもないみたいです。だからルール違反だったらね、裁判所を訴えてさ、止めちゃえばいいんだよね。それをギャー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 言ったもんだから、余計ややこしくなってね、ちょっと収拾がつかない状態になってきてるということらしいですね。で、そもそもさ、人のお葬式をさ第三者がどうこういう筋合いじゃないよね。で、そういうふうに言ってる人って、国民もそうなんだけど、参列できるわけもなく、国葬なんでね、誰でも行っていいよってことはないんでしょうけど、どっかね、記帳とか、献花できる場所を作って、一般の国民の人はまた別のところで、お悔やみを申し上げるという形になるんだと思うんですけどね。国葬の方にね、出席する人はある程度限られた人、各会の代表とかね、国会議員とか、あと外国から弔問に、来てくれた人なんかがね、一部限られた人以外はね、国葬には参列はできないんじゃないかなと思ってますけどね。それでね、かなり、蓮舫さんと立憲民主党のね、蓮舫さんと辻元さんがこれで異議を申し立ててね、かなり、ネットなんかで暴れてるみたいですけどね。そもそも、やっちゃったのは辻元さんかな。もうちょっとね、安倍さんを静かに見送ってあげたらいいんじゃないかななんて、一番かき回してるね、騒いでる本人がね、言って、かなりあちこちからね、批判受けてるみたいですけどね。もう、さっき言ったようにね、決まっちゃった以上は、やっぱり、粛々と葬式をね、やって、あとでまた国会でね、審議すればいい話なんで、やり方がはっきりルール違反とも言えないしね、それが国民のね、義務じゃないかなと思うんだよね。で、日本人の心にはね、弔うっていうことが、皆さんご存知だと思うんですけどね、亡くなった方を敬いね、
みんなして手を合わせて送ってやるっていうのがね、日本人の心なんだよね。だからまあね、今、国葬を反対してる人、まあ確かにね、安倍さんもちょっとダークな部分も多少はありましたけど、そもそもまあ自分も一国民 自分もね、一国民ですけど、67年間生きてきてね、一片の曇りもないかって言ったら、それは嘘になります。人の道にね、反することもちょこちょこと やってきました。 それはもう絶対俺は人に後ろ指さされるようなことは絶対やってこないよなんて言い切れる人って一人もいないと思うんですよね。で、その自分のやってきた過去のね、失敗を、今度ね、将来同じような失敗をしないでね、悔いのない人生を送るのが、まあ、我々、一人一人が課されたね、課題だと思うんですよ。だから、安倍さんもね、森友問題、まあ、ちょっと逃げちゃった感ありますけどね。まあ、それも、真実、だんだんね、どういうことになってんのって、明らかにしていけばいい問題であって、だからといって国葬を反対するっていう理由には ならないような気がするんだよね。だからまあ、このお二人がちょっと国民を焚きつけちゃったと。で、立憲民主党の中でももうサンドバッグ状態、この二人はね、余計なことしてこの野郎って言われてるみたいです。 ねえ、しょうがないよね。でね、ざーっとググったらさ、辻元さんって1960年生まれなんだよね。私よりも5個年下だから62歳だから、その年の割には若作りだよね。多分同年代の人って結構ばあちゃんになってると思うんだけどね。まあそういう分、まあやっぱりエネルギッシュなんかなと思うんですけど、そのエネルギーをこの人の足を引っ張るために使わないでね、もうちょっと前向きな方向で一生懸命国会で頑張ったらいいのかなと。このお二人はね、結構国会のなんとか質問なんての見るとね、鋭い口調で切り込んではいるんですけど、この人たちってなんで前向きな意見って言えねえのかなと思ってね。ちょっと見てると残念だよね。まあそんなわけでね、このお二人が言ってることは全て間違いじゃないんだけど、全て間違いとは言えないんですけど、ちょっとこれはなぁと思うような発言も多々あるんでね。まあちょっとね、こういう動画をしてみました。で、やはりね、日本のね、国のために一生懸命、長い間、日本のね、舵取りをやってくれたね、安倍元総理にはやっぱり国民一人一人がね、感謝して弔ってあげるのが、私たちの責任というか、責務なんじゃないかなと思います。で、私はね、国葬賛成とも反対とも言わないんですけど、じゃあ吉田総理の前に国葬があったかっていうとね、これもざーっとググったんですが、まあ太平洋戦争末期ですね、連合艦隊司令長官、山本五十六大将かな、がね、亡くなった時は国葬をやったそうです。まあこの頃のね、国葬は戦意高揚なんでしょうけどね、山本五十六大将が待ち伏せにあって、飛行機ごと撃ち落とされたと。アメリカ、米英はとんでもないことをする人種だということで、まあ、国威高揚のために、まあ、そういう政治的目的で使われたという意味もあるんですが、まあ、ざっとググった感じでは、ね、戦前は山本五十六大将の国葬があったみたいです。まあ、よく調べればね、もっとあるんでしょうけどね、私もよくわかんないんですけど。まあね、法律がね、今の 法律と違いますんで、まあ一概にね、
同じ土俵で比較するわけにはいかないんですが、まあその当時はね、結構多くの国民が山本五十六大将のね死を悲しんだそうです。まあ人の死をね喜ぶ人っていないと思うんでね、日本国民として節度ある行動で、安倍元首相のお葬式をね、見送ってあげるのが一番なのかなと思いまして、この動画を作ってみましたね。それにしてもまあこの今画面に映ってます、辻元さんと蓮舫さんね、もうちょっと大人になってくれるといいんですけどね。まあ顔はこういう顔ですけど、まあチューリップのアプリケついたスカート履いた幼稚園児がギャーギャーなんかわけのわかんないことをさわめいてると思えば腹も立たないんでしょうけどね。まあ実年齢と精神年齢が合わないとまあそういうお二方なのかななんて思っております。はい、以上お付き合いありがとうございました。まあね、お葬式の当日はね、心をこめてね、安倍首相に感謝の気持ちを心の中でね、伝えてあげられたらいいのかなと思っております。